セルゲイ・クーセビーツキーはアメリカ合衆国で活躍したユダヤ系ロシア人指揮者、作曲家。正しくはクセビーツキーで、現行表記はフランス語表記からの転写重役による誤り。クセビーツキーの表記が用いられることもある。1924年から1949年までボストン公共楽団の実質的な終身上認識者を務めた。 1874年に大役軍学士で職人の父アレクサンドル・クルセビツキと母アンナ・バラベーチェクの間に生まれる。モスクワフィルハーモニー教会音楽演劇学校で音楽を学んだ後、名コントラバス奏者として活動を始める。1902年にはコントラバス競争曲へ単調作品3を作曲。1908年にベルリンで指揮者デビューを果たし、 翌年には自前のオーケストラを創設。富裕なロシア人女性ナターリアと結婚し、夫人の援助によって楽譜出版社を設立、スクラービンやラフマニノフ、メトネル、ストラビンスキーなどの作曲家の判権を得るなど、ロシア革命まで精力的に活動した。1920年にボリシェビキ政権を嫌ってパリに脱出。1924年に ボストン公共楽団上任指揮者に任命され、アメリカに移住。それから24年にわたって、ボストン公共楽団を、単に、アメリカ合衆国の一流オーケストラとしてだけではなく、世界的水準を持ったオーケストラに育て上げ、同楽団はアメリカ五大オーケストラの一つに、数えられるようになる。サマーコンサートやタングルウッド音楽祭における、教育プログラムも、クーセビーツキーの発案による、 録音も数多く残しており、しばしば CD にも復刻されている。録音のほとんどは評論家から好意を持って迎えられてきた。クーセビツキーの著名な凡人にレナード・バーンスタインがいる。クーセビツキーは、それまでドイツ音楽編長で、しかもどちらかといえば、保守的な趣味に偏りがちだったボストンの聴衆にスラブ系やフランスの音楽を本格的。 積極的に紹介した。クーセビツキーは同時代の音楽の偉大な擁護者であり、いち早くロシア時代にスクラービン後期の前衛的な作品を出版、上演するほど徹底していた。また、ストラビンスキーの感覚器のための公共曲、オネゲルのパシフィック231、プロコフィエフの公共曲第2番、タンスマンの公共曲第2番位単調。 コープランドのピアノ競争曲など多くの作品の初演を手掛けた。また、1922年にはラベルに展覧会の絵の還元楽曲編曲を依頼しそれを初演している。さらに、クーセビツキーは内外の作曲家に多くの作品を移植した。初期の例にラベルによる展覧会の絵の編曲やレスピーギによる音の絵の編曲。 W. シューマンのアメリカ祝典序曲がある。特に1931年のボストン公共楽団創立50周年記念のための移植作品としてはが挙げられる。1942年に空聖美ー財団を設立し多くの作曲家に新作を移植。これによってバルトークの還元楽のための競争曲ブリテンの歌劇ピーター・グライムズ・コープランドの 公共曲第3番、メシアンのトゥーランガリラ公共曲が作曲された。作曲家としては、コントラバス競争曲の他に、コントラバスのソロとピアノのためのアンコールピースを4曲、残した。いずれも愛らしく親しみやすい、ロマン派音楽の伝統に従っている。競争曲について、一説には、楽曲構成やオーケストレーションにグリエールなど、友人作曲家の手を借りたとされているが、 これについては、競争曲とグリエールの作曲様式の類似性に対して否定的な意見も出ている。なお、これらの曲のコントラバスソロに要求される。演奏技巧は、競争曲の一部分を除けば特別にしなんで、あるというものではないとされる。クーセビツキーの遺産であるアマティのコントラバスは、現在ゲイリーカーの愛機となっている。また、クーセビツキーの遺品として、 カフスボタンがバーンスタインに送られたが、彼は、生涯にわたり、式外に出る前にこのカフスボタンにキスする習慣を、持っていた。また、自らの息子には、クーセビツキーの名を取って、アレクサンドル・セルジュレナードと命名している。ビオグラフィ・コンプレット・エクリート・パール・ジェロルド・フゴン2019年5月2日、閲覧。ありがとうございます。